若者の寄り合いがありまして、みんな次から次へ怖いものを見ようとした。これは蛇が怖いな。あの動きが嫌だ。これは雲が怖い。糸を引いて下がってくるからな。これは毛虫だ。葉っぱの裏に隠れて嫌がる。こう、みんな怖いものを増やしているところ、一人だけ黙っているものがありまして。おい、まっちゃん、怖いものなんだい？怖い？怖いものなんかなんもないよ。え？蜘蛛も蛇もお化けも怖くないのかい？そんな怖くないよ。一つくらいあるだろう。うん、あ、そうだ。これは、おまんじゅうが怖い。はあ？おまんじゅう？あの、丸くて甘い、あのまんじゅうかい？そうだ。いやー、思い出しただけで気持ち悪くなる。うわぁ、もう座ってられない。隣の部屋に布団してくれ。ってんで、布団をかぶって隠れた様子を見て、みんな、たずらしようってことになりました。数人が町へ出かけて、いろいろなまんじゅうを買ってきまして、まんじゅうをお盆に乗せ、枕元に運ぶ。おい、まっちゃん、起きなよ。おい、起きなよ。怖かった。もう起きるよ。でも、おまんじゅうのこと言わないでくれ。わかった。もう大丈夫よ。なんかあったら、俺は隣の部屋にいるからな。あー！やー！まんじゅうだ！やー！怖い怖い！やー！助けてくれ！やー！怖い怖い怖い！うん。怖い！うん。うまい。うん。おい、おい、どんな顔するか見てやろうぜ。あ、あいつ怖い怖いってまんじゅう食ってやろうぜ。おい、お前、俺たちにまんじゅうが怖いって嘘ついたな。本当は何が怖いんだ。この辺でお茶がいっぱい怖い。